ドリスが奴隷商人を調査しているはずだ。探してみよう。見てきな。あんたら行くわけないんだろ。元気を出さなきゃ。こんな空でも腹は減るんだ。アカシアにやられた傷。じゃあね、ドリス、久しぶりに会えてよかったよ。あなたもお元気で。ドリス、ここにいたんだな。シド、なぜこちらへ。お前が奴隷商人の調査をしていると聞いてな。隊長が単独行動とはどういうことだ。申し訳ありません。古い知人が手がかりをつかんでいると分かったのです。今の身分を隠し、私一人で調査をする方がうまく話を進められると思いました。知人、さっきのやつか。それで何か収穫は。はい、九段の奴隷商人の居場所が分かりました。現在バーム立教にベアラーたちを集めているようです。これから移送するつもりなのかもしれません。また話によれば、ここしばらくの密売には一部のザンブレク兵も加担しているとか。組織ぐるみで動いているとなると、ことは急を要します。私はこのまま現地へ向かいます。俺も行こう。兵士の相手は任せろ。ドリスはタイの連中を呼んでベアラーたちの保護を頼む。承知しました。では後ほどバーム立教で合流しましょう。今は呼ばない。今は無理そうだな。よし、行こう。奴らか。だがあの女、確かマーサの宿でドリスが話していた。この辺りでベアラを集めるのももう潮時みたいだね。ではそろそろ本国へ戻られるのですか。当然さ、こんなところでミスミス捕まったら奴隷商人の名折れってもんだ。荷物はもうまとまってるんだろ。次の大きな仕事も待ってる。さっさとザンブレクに運んでくよ。は、直ちに。ああ、だけどその前に邪魔なネズミを始末しておこうか。
やれるものならやってみろ。あとは貴様だけだ。やれやれ、みんなくたばっちまったかい。私も焼きが回ったもんだ。降参だよ、好きにしな。シド。なるほど、あんたが噂のシドだったのか。そりゃかなわないはずだ。ドリス、あんたシドのところにいたんだね。それにやっぱり気づいてたか。間違いならばどんなによかったか。シド、黙っていたことをお許しください。彼女はかつての主人、そしてこの世界で生きる術を教えてくれた人です。この人が育ててくれたからこそ私は今もこうして生き延びている。よく覚えているね、あんな昔のことをさ。あんたはベアラーの中でもよくできた子だったよ。武芸をやらせても文字を習わせても器用に熟した。だからただの奴隷として使い捨てずにずっとそばに置いてたんだけど。ねえ、私の剣、戻ってくる気はないのかい？今の私は、ベアラーのための剣です。もう、あなたのものではない。最後に、それだけ伝えたかった。さようなら、ご主人。あなたのことは一生忘れない。ベアラーのための剣、か。本当によくできた子だよ、あんたは。奴はどうする？私たちは彼女を裁く身にはありません。ですから何もしません。密売されそうになっていたベアラーを助けることができた。それで十分です。そうか、わかった。シド、ご協力ありがとうございました。今回の一件、改めて隊員にも伝えておきます。手紙の件もある。コールには俺からも話しておこう。お帰りなさい、シド。ドリス隊長からの知らせを受けました。シドが任務に加わり、密売を事前に防ぐことができたと。ベアラーたちも直に保護されてくるはずだ。それと手紙の件だが、ドリスならもう大丈夫だろう。ありがとうございます。先ほどようやく事情を知りました。俺たちが追っていた奴隷商人、まさか隊長の昔の主人だったなんて。あの奴隷商人はザンブレク兵と一緒に自首したそうです。ベアラーの扱いが悪いザンブレクでさえ密売は重罪、厳しい罰を受けるでしょう。隊長の心中が気がかりです。彼女はしっかり過去と決別していた。心配しなくていい。そうですか。ドリス隊長らしい。隊長は
過去を切り捨ててでもシドと共に人が人として生きられる場所を作ろうとしている。シドのおかげで改めて覚悟を思い知りました。隊長のもとでもっと多くの命を救ってみせます。ああ、よろしく頼むぞ。このままでは女子は何かご用でしょうか。浮かない顔をしているな、ヨウテ。何か悩みがあるなら話してくれ。あ、クライブ様。クライブ様にはご相談した方が良さそうですね。実はジョシュア様の体の具合が優れないのです。胸の石化による痛みが日に日に増しているようでして。それは心配だ。薬を飲めば症状は和らぐのですが、問題はその薬なのです。というと？あの傷にはベアラーの石化で用いるような痛み止めが効きません。そのため教団やタルヤと協力してジョシュア様に合わせた薬を作っています。材料が希少ゆえ作れる数にも限りがあるのですが、最近は薬を飲まれる頻度も増えています。このままでは薬も材料も尽きてしまうでしょう。ジョシュア様の痛みを和らげることすらできなくなってしまうのです。どうかクライブ様、薬の材料集めにお力を貸していただけないでしょうか。ああ、力になろう。感謝いたします、クライブ様。それで薬の材料とは？ストナソウと呼ばれる薬草です。エーテルの濃い場所のみで育つと言われ、かつてはロザリアの水道橋付近で採取していました。ですがあの辺りも今ではエーテルだまりの中、取ることもままなりません。他に自生しているところがあれば良いのですが。ストナソウはまだ水道橋付近に生えてるんだな。ええ、確認しています。ならば俺が行こう。クライブ様。希少な材料なんだろう。下手に探すより取れるところで取った方がいい。それにドミナントの俺ならエーテルだまりにも耐えられる。承知しました。それではお願いいたします。ストナソウはシンクの色が特徴です。水道橋のあたりを探せば見つけられるかと。それではクライブ様、どうかお気をつけて。シド、お時間よろしいでしょうか。ご相談があるのです。また何かの装置でも作るのか。さすがシド、話がお早い。今度はミド工房長が考案した加熱炉を製作したいと思っています。これはブラックソーン工房でも使われている鍛造用の炉に大気循環機構を組み合わせてはるかに大きい熱を
失礼しました。簡単に言えばミスリル機関とは異なる手法でこれまでにない高熱を作り出す装置なのです。ただあまりの高温に達するため従来の仕組みでは基礎となる炉が持ちません。うまく熱を制御しなくてはならないのですが、その材料がどうしても揃えられず。そこでシド、その材料の入手に協力していただけませんか？ああ、力になろう。またみんなの生活が楽になる。ありがとうございます、シド。それで、今度は何を手に入れてくればいい？こちらの球体異物と呼ばれるものです。空の文明の異物か。以前ミスリル機関の排熱装置を作るのにも使ったな。ええ、あのミスリルの兜と同じく異物を用いて熱を制御します。温度変化に強い異物を組み込んで炉を守るとともに熱の対流でさらに高温にするのです。球体異物のある場所はすでに調べがついているのですが、近くには動く異物もいるようで。つまり奴らを倒して球体異物を回収してくればいいんだな。はい、お察しの通りです。加熱炉に必要な球体異物はあと3つ。ロザリアのアンバー近郊に広がるロストプルームと呼ばれる遺跡群に1つ、ダルメキアにある沈黙の吐息と、ザンブレクの降臨閣にも1つずつあるはずです。わかった、向かってみよう。それではシド、よろしくお願いします。どうかご武運を。このままだと崖沿いを大回りすることになるな。向こう見てくる。近道が見つかるかもしれねえ。兄さん。ん？聞きたいことがあるんだ。芝の力を取り込んだ。ああ、ジロも納得してる。あなたって人は兄さんのことを思えば簡単に納得するものか。ジルは我慢してるんだ。彼女を泣かせたんだろう。ジルはいつも最後には兄さんの味方だ。だから僕が言う、何でも自分一人で背負い込むのは本当に悪い癖だ、クライブ。それでもこれが俺の出した答えだ。戦うために自分で選んだのだと言い切れるのか。ああ、ならいい。みんながいることを忘れないで。あっちの方から行けそうだぜ。
なんだよ、変な顔して。なんでもない、気にするな。仲のいいことで。やっと黒の一帯を抜けたか。ここか。ここはウォール通り。物を探そう。これだな。他の遺跡も調べてみるとしよう。オーガストが来てるはずだ。早く合流しよう。アカシアが来たら俺たちも立てる。来てくれたか、クライブ。オーガスト、状況は？今、石の剣の連中に様子を見に行かせているが、思った以上にアカシアが多いようだ。ひとまず、奴らの侵入を防ぐために北の門を閉めさせた。あと、村人たちも家の中に避難させてる。備えはできたか？あんた、いつぞやの話を聞いたよ。まさか、あんたがあのシドだったとは。噂に聞いていた人柄とは、随分異なるようだ。すまんが、力を貸してくれ。ああ、任せろ。俺にも手伝わせてくれ。ブラックサオン！なんでお前がここに？石の剣の連中が騒いでやがったんだ。それで大急ぎで駆けつけた。ゾルターン、久しぶりだな。お互い随分と年を取っちまった。ドラボズを捨てたお前がどの面を下げて。捨てたってどういうことなんだ、ブラックサオン。捨てたわけじゃねえ。村を出るしかなかったのさ。ここは大昔から火事を営んできた村だ。ドラボズの村長につく者は代々村で一番腕の立つ鍛冶師だと決まっている。俺たちの師匠も
掟に従って長になったが、その仕事に追われてまともに鉄を打てなかった。村長になるってことは鍛冶師であることを諦めることなんだと思ったよ。ところが師匠は死ぬ前に次の王者として俺を選びやがった。それをお前は断って。俺はずっと鉄を打っていたかっただけさ。ゾルターンに王者を譲った後、掟を破った俺への風当たりは次第に強くなってな。こいつもかばってくれてはいたが、それも限度がある。だから村を出たんだ。違う、捨てたんだ。ゾルターン、俺は。二人とも揉め事になるようなら後にしてくれ。まずはこの村を守ることが優先だ。ああ、心得ている。悪かったな、クライブ。すまん、俺が余計なことを言ったばかりに。とにかく今はアカシアに専念しよう。激しい戦いになるかもしれない。支度が済んだら俺に声をかけてくれ。クライブ、支度は済んだか？いつでも行けるぞ。よし、それじゃ俺とクライブは先行している石の剣と合流する。鉱山に乗り込んでの殲滅戦だ。ブラックソーンとゾルタンは後方を警戒しながら。オーゲスト、大変だ。何があった？鉱山方面からアカシアたちが溢れてきたぞ。くそ、もう来やがったか。奥に大物もいるみたいだ。俺たちだけじゃ抑えきれない。とにかく先発隊を引き上げさせろ。こっちに合流させるんだ。了解。どうする、オーガスト君。アカシアは動きが読めない。村のどこを攻めてくるか見当もつかないぞ。こうなったら鉱山に乗り込むのをやめて村の防衛に集中するしかねえ。いや、この村の戦力はわずかだからな。防衛に徹したところでいずれは押し負けるぞ。ああそうだ、戦いが長引くほどこちらが不利になる。だったら早いうちに頭数を減らした方がいい。だけどそんな戦力は。鉱山には俺が行く。アカシアが広がりきる前に叩けば村への被害も少なくできるはずだ。クライブ、すまない。ここは任せるぞ、オーガスト。ああ、わかった。気をつけてな、クライブ。これ以上先に行かせるか。
つが大物ってわけか。これで終わりだな。村も無事だといいが。クライム、無事か？こっちは大丈夫だ。よかった。お前に任せることになっちまって心配したぜ。村の方は？怪我人は多少出たが、なんとかしのいだ。これでしばらくは大丈夫か？ああ、早く村に戻って連中に知らせてやろう。おお、無事に戻ったか。感謝するよ、シド君。これでまたドラボズは救われた。だが、それも今だけだ。エーテルだまりが消えたわけじゃない。
迷い込んだ魔物がいずれまたアカシアになるだろう。危険が去ったわけじゃないんだ。安心はできないぜ。いっそのことこの村を出たらどうだい。ここに残るよ。この村で火事を続けることだけが俺たちの生きがいだからな。村の連中も同じ腹積もりだ。これまで通りみんなで何とかやっていくさ。そうか、なら俺たちもできるだけ支援するよ。ブラックソーン、お前の協力のおかげで村を守ることができた。礼を言う。ここは俺の故郷だぞ。当たり前のことをしただけだ。俺はずっとお前がこの村を捨てたと思っていた。だがお前は、お前たちは二度もドラボズを救ってくれた。そして今故郷とも呼んでくれた。この村を捨てたんじゃなかったんだな。すまなかった、ブラックソーン。よせよ、ゾルタン。謝るのは俺の方だ。お前に長を押し付けて勝手気ままに鉄を打ってたんだから。俺は村長として必死で働いてきた。金を稼ぎ村を豊かにするために。だがそのせいでこの村は職人として大事なことを失った。火事への強いこだわり。今のドラボスの職人は量こそ揃えられても質の高い装具を作ることはできない。俺がどんなに努力しても今の職人たちに俺の言葉は届かないんだ。この村は鉄を打つことを忘れてしまったよ。ブラックソーン、戻ってきてくれ。お前の技術を若い奴らに伝えてほしい。そしてもう一度あの頃みたいに俺と同じ鉄を打つことはできないか。ありがたい申し出だが遠慮しておく。俺とお前の道は大きく外れちまった。それに今の俺には仲間がいる。そいつらをほっとくことはできねえ。そうか。だが力になることはできる。ここの職人どもに教えてやるよ、鉄の打ち方をな。ブラックソーン。まあ鼻垂れビートのやつがすんなり門を開けてくれればだが。ああ、やつには言っておくとも、ブラックソーンはシドの一派は俺たちの仲間だと。ありがとう、ありがとう、ブラックソーン。よかったな、ブラックソーンのやつ。ああ、そうだな。シド君、これを受け取ってくれないか。ありがとう、ゾルタン。俺たちの村、ドラボズとの友好の証だ。それと俺個人からも礼をしたい。村を救った英雄にふさわしい伝説の剣をな。おい、まさかあれのことか。師匠ですら断念した。芸術品と言ってもいい代物だぞ。質のいい革、鋭い刃、強固な鉄、何よりきめ細かな細工が必要だ。そんなもんをどうやって。俺が何のために彫金を習得したと思っている。火事だけじゃ成し得なかった高みにいつか登ってみせるためだ。俺たち二人の腕があれば今こそ師匠を超えられるさ。ゾルタン、二人でならいけるかもしれねえ。クライブ、こいつを隠れ家に連れて行っても構わねえか。いいとも。ゾルタンはもう俺たちの協力者だ。よし、隠れ家に戻ったら俺の工房まで来てくれ。忘れるんじゃねえぞ。
頼んだぞ。よっ、取るよ。これで二つ、次で最後か。敵だ。
この辺り。早速ストナソを探してみよう。ここに同じかストナソを探せば、あいつらを倒してから。ダメ、これに違いない。できる限り取っておくとしよう。こんなところか。隠れ。しっかり支度しな。さあ見ていきな。ちょうどいただくよ。もういいのかい。最近の食事は。クライブ、戻ったか。こちらの支度はできている。早速お前の武器を撃つとしよう。革職人カミルから得た頑丈な革、外大陸の文化から得た鋭利な刃、ドラボズの外端から得た強固な鉄、そしてゾルターンの彫金の腕とブラックソーンの鍛冶の腕、俺たちの全てをこいつにぶつける。行くぞゾルターン。おうよブラックソーン。ついに完成したぜ。これが伝説の剣、ラグナロクだ。ラグナロク。シド君、大切に使ってくれ。ありがとう、二人とも。これで二人は師匠を超えたってことだな。何を言ってるオーガスト。超えるってのはこういうことを言うんだ。クライブ、
これを。これは二人で考案した伝説を超える剣の設計書だ。こいつを作るにはまさに伝説級の素材が必要だが、必ずやシェド君の戦いに応えるものになるだろう。わかった、その素材とやらを集めてみせる。俺も伝説を超えるためにな。その意気だ、クライブ。それじゃあひとまずは伝説の剣を作った記念にエールで乾杯といこうじゃねえか。おう、いい考えだ。こんなに心がすがすがしいのも久しぶりだ。今日は飲みまくってやる。ああ、共に酔いつぶれよ、兄弟。支度はできてるか。何を作る？こいつなら敵なしだ。じゃあな。最近の食事は？来たと思ったらみんなも。ヨーテ、ストナソを取ってきた。足りるといいが。クライブ様、ありがとうございます。これほどあれば当面は持つでしょう。そうか、よかったよ。やはりお二人はよく似ていらっしゃいますね。恩義の危うさも厭わず人のために尽くされる。そういう兄弟なんだ。いろいろと心配をかけるな。いえ、クライブ様、どうか恩義を大事に。人は生きてこそのものですから。ああ、分かってるさ。頼んだぜ。行け。縄文だ、警戒を怠るな。城下町か、けど人の気配がしねえ。おい、オーク族だ。
兵士たちもアカシアになってる。避けては進めないということか。ご苦労様。まったく手荒い歓迎だぜ。開けろ。知らせに戻るか。いや、おじさんに任せる。この国の動きも追っているはずだ。俺たちはストーンヒル、オートにあるドレイクスパインを目指す。このまま進むとしよう。ま、この様子じゃオートどころか的になってそうだけどな。兄さん、兄さんたちは先に行って。あの砦は古い時代のものだ。調べてみる。アルテマの企みを暴くことができる最後の手がかりがあるかもしれない。分かった、気をつけろよ。後で追いつく。それじゃ。いいのかよ。ジョシュアなら大丈夫だ。心配ない。行こう。ジョシュアが向かったのは確かギャラルホルン砦だ。とするとこの先にエイストラって村が。その村を目指そう。生き残りがいるかもしれない。行くぞ。行け。なんだか薄気味悪いとだな。クライブ、早いところ抜けちまおう。やってやる。
なんて高さだ。あー、トルガル落ちんなよ。ここがエイストラか？なんかおかしいぜ。ああ、この感じは。くそ、ここも同じだ。アカシアになってやがる。やるしかないのか。行くぞ、ガウ。これじゃ生き残りは期待できないか。切り抜けたからにしろ。Go!
どうだ。だよ、でけえ声出して。おい、嘘だろ。やつめ召喚獣オーディンに。ストーンヒルへ向かうか。だが彼女に来臨された御方に今のままのお前をお見せすることはできん。今度は何をするつもりだ。グラズヘイム・ウォール。ストーンヒルへ向かいたくば我が元へ参じよ。その時お前を器として完成させ神に捧げよう。来るぞ。くそ。なあクライブ、このわけわかんねえ状況を説明してくれ。おい、どうしろってんだ。これじゃ先へ進めねえぞ。奴を撃つしかない。いいだろう、誘いに乗ってやる。待ってろ、バルナバス・ザルム。ちょっと待つんだ。落ち着け、クライム。奴がどこに行ったかもわからねえ。とにかく手がかりがないか辺りを探してみよう。そうだな。やつの行き先が分かりゃいいが。
何か物音が聞こえる。探ってみよう。もし、おっと、大丈夫、大丈夫。俺たちは正気だ。旅の方、どうも助かりました。ああ、エッダさんって言ったよな。ここで何が？先日、このアルケンの空に変わってからのことです。村人たちが次第に おかしくなっていきました。私だけを残して、私は隠れていました、ずっと。でも今度はお城の兵士がやってきて。その、何なのかな、アルケイの空ってのは。今のように薄暗く不吉な空模様のことです。確か村の言い伝えでは世界の滅亡の前触れだと。滅亡か。他の村人たちは見当たらないが、行って しまいました。東の遺跡、幻想の塔へ。まるで誘われるようにみんな行ってしまった。夫も。クライブ、どう思う？おそらく、奴らの仕業だ。アカシア同様、操られたんだろう。じゃあなんで、彼女だけ無事だったんだ？お腹にいる、赤ん坊のおかげかもしれない。その子がベアラーだとしたら。エーテルに、耐性がある。村人の行動が原初の楔の影響なら、時間がない。幻想の塔、バルナバスはそこに。思った通り、フェニックスゲートと似た作りだ。となれば、この先には。
原型がある。アルテマ、イフリート、ガルーダ、ラム、シバ、ザイタン、バハムート、オーディン、そして伝説のリヴァイアさん。なぜ、なぜフェニックスがいない。もう行っちまうのか。お前はその人についててやってくれ。だけど俺は奴と決着をつける。もしもの時はジョシアと合流して船に戻るんだ。いいな。ああ、おい、バカな真似はするなよ。俺はシドの名前を継ぐつもりはないからな。なあ、俺もこの名を捨てる気はないよ。幻想の塔、バルナバスはおそらくそこに。道を探してみよう。
幻想の塔。